昨日の組長の配信見てて、確かにユイガの存在感半端なかった。本当に他の配信者と格が違った。だ。もう長年やってる存在感じゃねえの。それは周りもさ、認めるしかないじゃん。長年俺がやってきてさ、その中でこれだけ長くやれてるっていうのはもう実績でしょ。特別人が多いわけではないけど、でしょ。特別人が、俺がね、通常放送人が多いわけじゃないじゃん。01とかと比べたって。でも長年にやってきて、な、そこら辺の配信者を呼んでるわけでしょ。それを常にこうやって維持してるわけでしょ。うん、それはもう、認めざる得ない事実じゃん。うん。まあ、そんなもんだろ。あ、電車乗り換えね。昨は01のはよく耐えてました。まあ、01、いいやつや。いいやつ、いいやつ。山本浩志。いつまでホテル行きます、いますか？会いに行ってもいいですか？怖いだろ、それ。みゆき姫。ゼロワン？なんかね、まあ、それまで俺のこと煽ってたりとか放送上でしたんだよね。でも、まあ、あれなんじゃないの。あったらやっぱ違ったんじゃないの。わかんないけど。まあ、俺なかなか配信者と絡まないからね、まずそもそもが。伸びすぎちゃ伸びちゃいらっしゃいね。いや、暑い。組長、止めてくれてたから、大人になったら、組長が。まあ俺、やぶからスティックに喧嘩売ることはしないんでね。別に。喧嘩売られなければ。煽れば絡めると、慣れ合いがどうこうとか言ったけど、普通に絡めばいいじゃんね。ホテル代バカにならんな、みゆき姫ね。組長と比べよかった。ありがとうございます。今度うまくまとめてた。そうだな、その通りだな。あっつ、これ何？暖房になってんだけど。何これ？クソ熱。あれ？熱。パルボの虫だった？いや、エグさん、すいません、すいませんって、外でずっと言ってたよ。にゃんちゅらして。すいません、すいませんですよ。だったらこいつにね、喧嘩売らせるまでやめろって。な。そもそもね、ぶっ飛ばす、ぶっ飛ばせねえって話になったのは、ゼロワンからなんだから。ゼロワンから、そういう話をしてんだから、俺にじゃないよ。テルチャンピンにやめろって、放送外でやってて、うまくまとめて、放送内の煽りはやめるって言ったら、ね。だから、放送外でやってんだから、放送内と放送外同じような煽りやるんだったらやめろっていう。わかんねえからぶっ飛ばしちゃっただけだよ。ゼロは普通に、寄り戻ったやつが彼女とは別れたっぽいよ、なんか。よくわかんないね、そこらね、俺ね。組長とのコラボは意外でびっくり。突然だからよかったろ。殴ったことはね、殴ったりとか暴力を振るうことはいけないこと。そうでしょ？そんなのわかるでしょ？何もなしに暴力は振るわないでしょ。で、殴ることは間違ってることだよ。まずな。でもそれをね、そもそも、な、放送外でやろうとしたのはね、ゼロワンだ。それで煽り入れたんだから。だったら自分でぶっ飛ばされたら放送外で、それでやり通すよ。じゃなく、やられたら放送内に戻って、放送外のことを放送内で、ね、殴られた、どこだ、痛いよ、ここ切れた、とか言うのは情けないだろうよ。そうだろ？放送会でやったんだろ？自分も殴ろうとしたんだろ、相手のこと。にもかかわらず、自分がやられたら殴られたって、なんだそれ、当たり屋みたいなことやるなんてかっこ悪い。本当に。若い子たちには勝てないですよ、若い子たちにはね。勝てないですけど。ぐっちいらっしゃい。まあ、でも、まあ、最後ね、僕も謝ったし、和解してよかったじゃないですか。銀次いらっしゃい。ああ、疲れた。
俺、結局昨日1円も使ってないんだけど。違う。俺、なんか近藤が全部払って、近藤が払ったんだよ、全部。1円も払ってないんだけど、俺。本当に。パイセン疲れてる。しばらく一人になった方がいい。いや、本当そうだね。1円も払ってないんだけど、俺、本当に。首上全部払ったよ。俺、払うよって言ったんだけどさ。そんなもんや。まあ、一人1万4千ぐらいかな。お寿司、いや、俺のでって言ったんだけど、全部、みんなそれぞれの会計でもらったんだけど、あ、ヒデいらっしゃい。それぞれの会計もらったんだけど、近藤組長が最後まとめて全部払った。ありがとうございます。ヒデ、ありがとう。なんで、俺もね、自分の分は自分で払おうと思ってたけど。あかねいらっしゃい。ゼロワン誰に殴ったの？口を3針縫ったの？ 3 針は縫ってる、縫ってないでしょ。殴られただけでしょ。たくまるしゃい。なんか40代のハゲたおっさんに、ハゲかけたおっさんに殴られたらしいよ。組長1万女から借りた。結構持ってたんじゃない？あいつは。8万くらい持ってたんじゃない？そんで4万か5万くらい払ってた。ひないらっしゃい。パラパラ寿司もぐもぐ食ってたね。ちょっと待ってね。ちょっと、止まっちゃうけど。あ、ごめんごめん。ああ、疲れた。疲れたね。でさ、なんかさ、今日はあれなんだよ。今日も、YouTuber あるのよ。YouTuber。YouTuber あるのよ。そうそう。で、俺と行きましょうっていうさ、ね、売名野郎がいたんだけど、そうそう。なんで俺がお前に言われて行かなくちゃいけねえんだっていう話をしたんだよ。俺からすると。俺は利用されないだろう、マジで。俺嫌なんだよね、そういうのね、利用されんの。もうちょっと考えた方がいいよ。YouTube 見てきたけど、ゼロワン腹立つ？まあ、4つあるね、あいつね。売名したって売れねえんだからさ、マジで。別に売名するかばわねえけど。おめえよ、おめえが面白い、お前の面白いとそもそも俺のね、企業が違いすぎるわ。ごめんだけど。いや、反省しましたよ。反省したって言うんだから。YouTuber 行くと他の配信者集まるぞ。そんなことないでしょ。今日、よっしゃ、よっしゃ。途中さ。途中ね。記憶にあるよ。電車帰るときもさ、記憶にあるけど、もう酔っ払ってたね。疲れたよ。ちょ、待ってな。よし、すいません。怖かったよ、ドアに寄りかかって。寄りかかって危なかったよ、ほんで、バスってなったもんな。びっくりした。危ない、危ない。寄りかかりすぎちゃって。ひやひやした。俺もびっくりした。
いやー疲れた。ほんと疲れたよ、マジで。飲みすぎて。飲みすぎて、あんなの毎日やってられないよな。ほんと、飲んで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 じゃないけどさ。本当に。疲れちった。カルタになんとかね。よかった。路上寝た時は焦った。いやー、寝てたね。覚えてる。歌舞伎町ね。帰れ、毎日は、もう金杯とかでもやってんだろ、あいつら。金杯とか。すごいね。モスバーガーで指揮するでしょ？あ、これね。楽しかった、楽しかった。俺が店長したらやんないよ。はぁ、疲れた。疲れたね。飲んだ。飲んだし、疲れたし、本当に。